オペラハウスが見えます。あ、すごい。で、ロリポップってさ、すごい意味があるって知ってる？言わないのがいい。わかるからいいっしょ。アボイウェアチーズ、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 チーズ。このバス海入れればよかったのに。海です。あ、ちょっと気温上がってきてるね。え、うち、あの、水に濡れてもいい服装を用意してきたんだけどさ、用意してきた？オーストラリアにはどこの家庭にもこのゴミ箱が家の外に置いてあります。皆さん海水浴をしています。現地時間7時半回ってるんですが、サマータイムということと、まあいろいろあって、東京でも夏でも7時半はこんなに明るいはずはないんですけど、フェリーすごい綺麗な海です。自殺防止の看板です。こんなのあるんですね、自殺の予防。夏フェリーだって。ごめんね。向こうに見えます、橋が。シドニータワーが見えます。ね、まだ日本帰りたくないですね。まだ明後日の夜だけど。撮る。ほらすごいね、ハトと違ってさ、あ、まあ、ハトも鳴くけどさ、すごい得意の鳴き方しながら餌もらってる。てか喧嘩してる、それ同士で餌の取り合い。ハトよりもすごいフレンドリーな感じだねハトと違って足が長いので歩くのが早い。前列を陣取りました、無理やり。景色見えるかな。やばい、かなり早い。早いね。早いのが楽しいじゃん。2回行ったのかな。2回なんてなくない。さっき座ってた人いる。あ、すごい。あ、すごい。
欲しい。イエーイ。オペラハウスの左横に今ちょうど豪華客船が今日入ってますね。色はなんかね。本当は豪華客船が入ってる。ビルみたいなのビルみたいなのはオペラハウスからつながって、オペラハウスともつながって見えてる。21分到着予定です。2時31分到着予定です。オペラハウスと豪華客船駅だからまたこの駅に来るのかな。オーストラリアのデューティーフリーショッパーズです。デューティーフリーはどこも一緒ですね。変わりません。オペラハウスです。あそこ何の橋って言ったっけ。ハーバーブリッジ。ハーバーブリッジ行ったと思う。これ電流通ってんのかな。通ってないか。ハンガー、うん、あれあれはエブレハンガーこの立ち出るから。そうなんだ。この上を歩くこともできます。いい部屋。ベッドどうやって回る？次一番ちっちゃいの。一番中。でこっか。寝転がっちゃったけど。まだ昼の何時って感じですけど、もうあと5分ちょっとで夕方5時を回ります。ホームウィジット竹の家族とショッピングです。ロリポップかわいい。でロリポップってさ、すごい意味があるんで知ってる？言わないのがいい。Good, yeah, hello. Hello. Welcome to Australia. Yeah. Yeah. Thank you. Very nice. That's a birthday. オーストラリアの街。Thank you. いただきましたアイスクリーム。今自撮りなう。アイス買っていただきました。ここはセレウギのレジです。レジです。自分でやって自分で支払うっていう、あんまり見たことのないセルフレジ。もう一度やってみたかった。やっぱりプールがありました。お家です。Thank you. She said Mary was looking for this. ここにいらっしゃる男の子がめっちゃ可愛いんですよね。あの男の子が、あー、可愛い。今から何を見せてくれるのかな。8歳と5歳でもうすぐ9歳になるみたいです。I'm upside down. なんで本当逆さまなの。そう、逆さまになっちゃったの。
Put it the other way. わかるからいいっしょ。Other way round. Other way round. おお。ごめん、逆さまだよそれ。あ、全然でしょ。おめえもしてくださいて。便乗して私たちもプールに入ることになりました。わー、ヨッチンスイン everywhere ブーダーさん、キープ warm and nice very good よっ、ガッツキュー、みんなプールでお遊び中。ゴーイン escape in a gutter。もうね、日が照っててすんごいいいんですよね。もう超いい感じ。向こうではなんかバーベキューみたいなの焼いて超楽しんでます。では私も今から飛び込みましょう。今からランチタイムです。プールに入って焼けてしまいました。いろいろあります。広い、おいしい。ステーキとソーセージとポテトとパンとサラダも、リッツとチーズ。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 ブドウ。Looks up pronunciation yet. Budo. 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 Budo.You see that up there, castle, like a castle, big church up there, with the flag. Yeah. You know, actress, movie actress Nicole Kidman. Nicole Kidman. Yeah. Mary. Yeah, Mary. Today? No, no. There. Here. Mary in that church, big there. To Keith Urban. Nicole Kidman. No. Yeah. And Keith Urban. Husband.He play music and sing. So, supposed to ask that was fun. 今から実験習でモノレールに乗ります。耳がちょっと。びっくりした。なんか物落としたか。前髪がおかしい。ワンルームに貸し切りとかいいね。食べ物になったかったよね。貸し切りだもんな。何駅ぐらい？今から水族館。あそこだろ、多分。モノレールの線。あ、昨日見たよね、あのアヒルが大きいねって。ここは水族館の一番最後の出口前の水槽。きれい。と性格が大和なサメなことでしょう。あ、ガンディね、アニメ見すぎてるよね。で、オバマさんと写真撮んない？え？オバマさんと。オバマ？写真撮んない？館に行き終わって今からビューティフリーに向かいます。タウンホール駅
だよね。カンホール駅の地下鉄内の切符売り場がこんなに細い。オーストラリアの電車に乗り込みました。カップケーキベーカリーにやっとたどり着きました。お買い物完了です。 OK、 買えたわ。あれを一つ買いました。ハイペースです。ミートパイ、ビーフ買えました。ミートパイ以外にもクッキーとかマフィンとかサンドイッチとかいろ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 ありますが、やっぱり定番のやつを。顔が描いてあって可愛いです。やっとここで1時間20分の自由時間ができたので、ショッピング今休憩中。マンゴーアイスの美味しいです。もうビデオかなり撮影してるわ。え？もうね、ビデオテープの残り残量がね、12分。ちょうどよかったね。かなり撮った。明日の今頃は飛行機だ。お若いお部屋、4泊5日、はい、行きますよ。泊まったお部屋でした。チャオ。なんとも愛らしいカンガルーちゃん。カンガルー下向いてる。視点が合わないのがいいんです。もうすぐテープ切れるので切れたところで終了です。あと3分ってなってるけど、ハーバーショッピングはいいな。そう、ハーバーショッピングは昨日撮った気がするんだ。工場はいらない。いらない。だって夜だから何も見えないもん。で、ちょうどよかったね。あ、よかった。こういうところを見ると、あ、日本じゃないなって感じする。でもほら、赤土だからね。気候的に言ったらそこまでさ、春の日本って言ってもおかしくないじゃん、なんか。やばくない？こんなところ初めて来たかもしれないね。なかなか来れないわ。あれみたい、茶髪。うん？茶髪？真ん中かなりでかくない？あー、そういうまとめ方。じゃあペットの犬もいるね。あ、ペットの犬だよ、あれ。お、あと0分になった。あと多分14秒で切れる。ありがとうございました。オーストラリアさん、またいつ来るか分かりませんが、バイバイ、行けます。